シボレーカプリスはアメリカの自動車メーカーゼネラルモーターズのシボレー部門が生産しているフルサイズセダン。アメリカカナダにおいては1965年から1996年、メキシコでは1977年から1983年までのモデルイヤーに生産されており大型乗用車である。一貫して シボレーのフルサイズカーの中でも最上位モデルであり続けた。買いモデルにはビスケーンベルエアインパラがあった。2011年には再びシボレーカプリスの名を冠した大型セダンが北米で発売される。1965年に初登場したサイのカプリスという名前はインパラの外観を豪華にした4ドアハードトップセダンのオプションパッケージ名であった。 このパッケージには上級なシート地、木目張りのダッシュボード、特製のホイールカバーや、追加のモールディングなどが含まれており、ライバルのフォードが一足先に登場させて、成功していたフォードリミテッドに対抗するためのモデルであった。カプリスの名は当時 GM のシボレー、販売本部長であったボブルンドが常連であった。 ニューヨークの一流レストランの名から取られたとも、インディ500マイルレースの有力な競技役員であった、ジェームズ・ P ・チャップマンの霊場の名前から取られたとも、言われている。1965年型カプリスは好評で、迎えられたので、翌1966年からは2ドアハードトップ、5ドアワゴンも加えられて、正式なシリーズとなった。 二ドアハードトップのルーフラインは、インパラ系のファストバックに対して傾斜が強められて、よりイフォーマルな印象となっており、ワゴンのボディサイドには1954年以来、途絶えていた木目模様のトリムが貼られた。多くのカプリスは、パワーステアリング、パワーウィンドウ、パワーシート、レザートップ、エアコンなどのフル装備が与えられ、各種のエンジン選択肢の中でも、 最大の427キュービックインチ425馬力の V8 エンジン付きで売られ、内容的にはキャディラックの廉価版とビルに匹敵する仕様であった。1967年にはフロントグリルやテールライトのデザインが改められ、より丸みを帯びた。ブレーキは2系統式ブレーキとなり、前輪ディスクブレーキもオプションで装備可能となった。 8トラック式のカーステレオもオプションリストに加えられた。1968年には再び前後のデザインが改められ、格納式ヘッドライトも選択可能となった。2ドアハードトップの三角窓は廃止された。また、年々厳しくなる安全基準に従ってサイドマーカーランプが追加された。フルサイズシボレー各社はよりシャープなスタイルにモデルチェンジされ、 フロントグリルと一体になった、いわゆるバンパーグリルが採用された。また、全モデルで三角窓は廃止された。ホイールベースや、ボディシェルは1965年以来のものの、流用であった。ワゴンは、キングスウッドエステートという名前になり、一旦、カプリスシリーズからは消滅する。安全基準に従い、全席ヘッドレストや、ステアリングロックが装備された。 1970年型はフロントデザインがややおとなしくなり前輪ディスクブレーキが標準装備となった1975年にドアコンバーチブル1976年クラシックランド1971年モデルは全面的にモデルチェンジされホイールベースも121.5インチに延長されたスタイルは1969年型以降の クライスラー各社に似たものになり、リアサスペンションにもコイルスプリングが与えられ、より高級車らしい内容となった。また、エンジンは、無塩ガソリン対応となった。アメリカの自動車雑誌、モータートレンド1971年5月号は、カプリスとキャディラックドビルの比較テストを行い、キャディラックの品質が、カプリスより上であることは認めながらも、 その差は3500ドルほどのものではなく、カプリスの方がより、お買い得であると結論付けた。1972年モデルのフロントには、安全基準に1年先駆けて、時速5マイルまでの衝突の衝撃を吸収する、いわゆる、5マイルバンパーが装備された。また4ドアピラードハードトップが追加されたが、これも安全対策のためであった。 1973年モデルからはカプリスクラシックと呼ばれることとなり排気ガス規制の強化によって最高出力は最大の400キュービックインチエンジンでも245馬力に過ぎなくなったまたこの年から2ドアコンバーチブルが追加されキングスウッドステーションワゴンも再びカプリスクラシックのバリエーションに復帰した1974年モデルでは 5マイルバンパーが後部にも装着を義務付けられたので、テールライトの位置がバンパー一体式から通常の場所に変更された。また、ミドアクーペには大きなオペラウィンドウが装着され、ピラーレスの開放感は事実上なくなった。また、シートベルトの強制着用システムも追加されたがこれは、不評で1975年以降は廃止された。 1975年モデルでは4ドアハードトップにもオペラウィンドウが与えられた。2ドアコンバーチブルはこの年を最後に消滅する。1975年モデルのコンバーチブルの生産台数は8350台に過ぎず、この時期のビュイックオールズモビルポンティアックのコンバーチブル同様、希少車としてコレクターズアイテムとなっている。また、 第一次石油危機後の燃料価格高騰を反映して、359ビッグインチ155馬力エンジンが標準となり、ドライバーに経済運転を促すフューエルエコノマインバーがオプション装備に追加された。1976年は2代目最後の年である。この年のカプリスクラシックは、全長5.66メートル、車両重量2.18トンに達していた。 角型4等式ヘッドライトを与えられたのが外観上の特徴である。1986年セダン1977年型はボディサイズが縮小され、エンジンサイズも小型化され、カプリスとしては初めて直列6気筒250キュービックインチ110バーリが標準エンジンとなった。このエンジンはレンカ版のフルサイズシボレーに1973年まで、 搭載されていたもののリバイバルであった。v 8 3 0 0クインチ1 4 5馬力も、ステーションワゴンでは、標準、タボギではオプションで、装着可能であった。最大のエンジンは3 5 0クインチ1 7 0馬力となった。1980年には、磁気力エンジンが V6.3800cc145 馬力になり、 1986年には 4300cc130 馬力に拡大された。同じく1980年には3 0 5キュービックインチ V8 エンジンが155馬力、86年には165馬力、1989年には燃料噴射化されて170馬力となった。1977年型カプリスは好評で、 77年78年の2年間に、廉価版のインパラと合わせて100万台が生産され、1990年まで基本的に同じ設計のまま生産され続けることになる。この間、1980年と86年にやや大掛かりなデザイン変更がなされ、インパラはカプリスに解消されて、シリーズはカプリスクラシックとの2本立てとなった。 内装は1985年に木木調の内装から金属風のシルバーの内装に変更されたものの1987年には再び新しい木目調の内装となっている2ドアクーペには専用フェンダーモール天井は全面合皮仕上げのランダー4ドアセダンにはダブルクッションシート等の内装及び B ピラーにはオペラライト等天井は 全面合皮仕上げのブロアムの名を冠した上級グレードがある。1987年からは2ドアクーペの廃止、4ドアセダンには天井後部にキャデラックブロアム調のランドゥフールーフを持つ LS ブロアムが追加となった。ルーフ部分は FRP で作られており、ビニールレザーが貼られ、ベースモデルに比べ天井部全長が長くなり、それに合わせ、 リアウィンドウの専用設計化及び、傾斜角が強められている。さらには1952年のベルエア以来久々に、本革シートも、選択可能となった。また、この時期になると、クライスラーもアメリカンモーターズも、フルサイズ車の生産を中止していたため、パトロールカーやタクシーの市場を、フォードクラウンビクトリアと二分するようになった。 1991年型セダン1991年型のボディデザインは一新され、同年のモータートレンド誌のカーオブザイヤー賞が与えられた。1977年以来の角張ったボディデザインからスタイルは一挙に近代化されたが、気候的には先代のものを継承していた。グレードは通常のカプリスと上級のカプリスクラシックがあった。 1993年には、後輪のスパッツが取り除かれ、1994年には、新設計の V8.5700cc260 馬力エンジンが与えられた、インパラ SS も追加された。ボディサイズは、全長 5550mm、全幅 2218mm、全高 1520mm。2002年を最後に、 新車開発のエネルギーと生産施設を SUV に重点的に配分するという GM の方針によってカプリス・インパラは生産中予された。両社のマーケットは一回り小型のシボレールミナが継承しフルサイズ車を生産していたテキサス州アーリントンの工場の生産車種はシボレータホなどの SUV に切り替えられた。カプリスの生産終了とともに FR フレーム構造 V8 エンジン搭載の北米大型セダンの代表はフォードクラウンビクトリアやその同車種に受け継がれた。警察車両もクラウンビクトリアが大部分を占めることになった。シボレーインパラは2000年から新モデルを販売したが、これはシボレエルミナの後継者であり、従来とは違い FF であった。V8 エンジンは2006から2009年の SS モデルに採用されている。1999年型シボレーカプリス SS セダン GM はオーストラリアでの展開メーカー、ホールデンの製造で新たにシボレーカプリスを中東で発売した。これは中東に輸出されたホールデンステーツマンにカプリスの名を冠したものである。故にステーツマンとの差はほぼないが唯一の違いとして ハンドルの位置が上げられる。オーストラリアは左側通行なのに対し、中東では右側通行である。この理由から、カプリスシリーズの中では初めて、ハンドルの位置が左右で違う両方の仕様を持ち合わせたモデルとして発売されることになった。このような事例は他にも、ホールデン VT コモドールの左ハンドル版として、中東では、 シボレールミナとして販売されたという例がある。2006年11月、ホールデン WM、ステーツマン、カプリスのモデルチェンジに、再び沿うようにして、シボレーもその新型 WM、ステーツマン、カプリスをベースにし、今までに比べデザインを一新したカプリスの、ラインナップを発表した。グレードラインナップは、基本グレードの LS に始まり、LTZ、SS、 ロワイヤルを揃え、すべてのグレードに6リッター V8 の 360HPL98 エンジンを採用した。ホールデン由来のこのシボレーカプリスは、GM の車の中でも中東地域最大級の売り上げを記録している。また、ドバイやオマーンの警察車両にも使用されている。ホールデンの撤退、合衆工場の閉鎖に伴って2017年中に、 生産が終了される予定。2009年10月5日、GM は、シボレーカプリスポリスパトロールビークルを発表した。グレードは、パトロール用の QC1 と、覆面パトカー用の QC3 の2つ。これは、すでに中東向けに販売されている6代目シボレーカプリスをベースとした、警察用の車両である。2011年から、V8 エンジン搭載車が、 2012年からは V6 エンジン搭載車がそれぞれアメリカとカナダの市場で放執行機関向けに販売される。ロサンゼルス市警察は2011年から同車を調達することが決定している。ホールデンの撤退、合衆工場の閉鎖に伴って2017年中に生産が終了される予定。 chvroletcapricepepv.com ハットウェルトレイエクスクルーシブザチェビーカプリースポリスカイズバックジェラープニックゴーカーメディア2009年10月5日閲覧ありがとうございます